こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今回は何？なんだけど、またオープニング流すのね。今回は黙って見てみるか。え？ついでに消えるぞ。はい、またこんにちは。なんだかなぁ、うつ主は字幕が出ないから喜んでるだろうね。で、今度こそ、今回は何？今回は、プロツアーの最終戦の30人をやるぜ。じゃ、スペシャルの最後に出てくるのと戦うのね。そうや。あ、高嵐、さらに蹴られてリングアウトした。お約束、勝ちゼリフ。と思ったら、勝った皿も落ちた。よくあるな、ウプ主大好きだぜ。落ちる時の悲鳴がな。おい、ウプ主、変態。もう、ウプ主、毎回選択画面いらないわ。ウプ主、だらしないくせに、妙なところは几帳面なんだな。プロツアーの最後は、赤い彗星なんて呼ばれる。多分、死ぬほど速い車なんだろう。ウプ主、勝てるのかしら？昔、PSP でやってた頃は勝ったと思うんだがな。昔すぎて、記憶が曖昧なのね。ウプ主も年だしな。若い頃は余裕でも、やっぱり反射神経の衰えは隠せないな。擬態化するしかないわね。だな。なんでもいいから、ウプ主、早く始めなさい。多分、そろそろローディングだ。ウプ主、やっと始めた。このコースは難しい、というか、走りがいがあるぜ。いつもの画面ね。この車はマジでいいよな。お、前に赤いのいるいる。カウントだぞ。ゴー、だけど彗星、加速良すぎじゃない？そりゃ、しゃあないな。このコースの時計回りはいきなりトンネルだ。出て、すぐ右のドリフトだぞ。微妙に山で先がブラインドだけど、彗星いないわよ。確かに見通しは悪いが、彗星いなさそうだな。次は左でステアリング切りながら短いトンネルだ。切羽詰まったら、ここでもニトロ使うな。もうすぐ視界が開けるぜ。彗星、いないわねー。視界が開ければ見えるんじゃないか？あの灯台を右に曲がれば、よく見えるぞ。あ、やっと彗星いたわ。ウプ主がニトロを使わないから、待ってるんだろ。この辺りは道幅が狭いぞ。おお、彗星いるいる。この辺りからは、左右にドリフトしまくりだぞ。ウプ主、ニトロ使わないの？使ったら、彗星も使うだろうし、もう少し貯めるか。まだ、一周目だしな。使ったら、追いつきそうなのに。この曲がりくねったトンネルじゃ使いたくないな。街中に出るぞ。ここからも最終コーナーまで、癖の強いコーナーばっかりだぜ。次が一番曲がりにくいコーナーだな。あれ、彗星も姿勢に出してる。抜くつもりはなかったが、抜いて最終ストレートでニトロだぜ。ま、このままじゃすまんだろうがな。あー、ミラー見たら来てる来てる。当たったんじゃない？こっちはドリフト中で、ブロックするつもりはなかったがな。ミラーに、彗星見えなくなったわ。ウプ主もドリフトに必死だぜ。あ、彗星見えた。近づいてきてるわよ。へーって、また当たったわよ。今は直前で左右に空間あったろ？もしかして、そういう走り方するやつなのか？ウプ主、この辺りもドリフトに必死なんだ。道幅狭いからな。接触したくないんだ。
なんか、水星、小さくミラーに映って不気味だわ。うつ虫はドリフトで見せる余裕ないぞ。ニトロ、3本溜まったな。ニトロ使うの？やっぱり、このトンネルじゃ使いたくないな。出るぞ。水星、またすごい勢いで来てるわよ。次、例の難しいコーナーだぞ。あれ？水星、飛んで空中から当たってきた？なんちゅう運転するねん。空中から当たってくる？だから、水星っていうのか？てか、どうやって飛んだんだ？プロツアーの最終戦だからかな？そういうことなのか？うつ虫、ついに、ここでニトロを使う。水星、どんどん近づいてるわよ。今度は左から普通に抜き寄ったぞ。わけがわからんぜ。どんどん離されてるわ。もう、最終ラップよ。結構離されたな。最終ラップよ。せやねん。うつ虫、海沿いの狭いワインディングに必死だが。水星も、こっちがニトロを使わないとゆっくり走るな。もう、抜けそうよ。トンネル出るまでは、後ろをつきながらニトロを貯めるか？距離は変わらないわね。うつ虫、どうする？あら、右コーナーのドリフトで抜いちゃった。さすがに、すぐ抜き返されたぜ。後がないんで、うつ虫、トンネルでニトロ使う。水星、急に速くなったわ。もう、フィニッシュラインまで距離がないんで、うつ虫、ニトロ使う。例の難しいコーナーで、水星また姿勢を乱した。うつ虫、すかさず抜いた。勝ったわ。なんか、変な書き方だったな。リプレイ見るぞ。走り出す前は水星もいるけど、スタートしたら、しばらく、うつ虫ばっかりなんだろうね。だろうな。本当に、うつ虫しか映らんな。海沿いの狭い道に出るまで、うつ虫のドリフトを、干渉してやってください。うつ虫、コースは頭に入っています。言うこと、ないなぁ。そういや、このコースの音楽変わってるわね。前回のパックマンみたいだぜ。そんな感じね。もうすぐ海沿いだぞ。あ、水星見えた。狭いワインディングだろ。確かに。うつ虫的にゃ、それが楽しいんだが。水星、いるいる。うつ虫がニトロを貯めて使わないから、水星が視界に入る。積極的に抜くつもりはないが、追いかける。トンネルね。もうすぐ、例のコーナーだぜ。水星、速度が遅くなる。うつ虫、普通にアウトから抜いてしまう。うつ虫、仕方なくニトロで逃げる感じね。リプレイで見ると、水星、結構近くにいたんだな。水星、うつ虫に当たってくる。うつ虫、フロアから火花を散らして逃げる。逃げる、逃げる。お、水星、来た。また、水星、うつ虫に当たる。どう見ても、今のはわざとやんけ。うつ虫、逃げまくる。道幅、いっぱい使ってドリフトや。うつ虫、いい感じなんだけどねー。
水星、ついてくるなぁ。トンネルだ。トンネル内もドリフトしまくり。横向きで出てきたわ。リッチレーサー系ならではだぜ。2台ともドリフト。さあ、例のコーナーだぞ。おお、水星、上から来たー。で、また、うく虫逃げる。ニトロを使って、最終ラップだ。逃げる、逃げる。トンネルを出たら、すぐ右にドリフトだ。で、もう一回右にドリフト。もう水星来てるわ。うぷ主、わかりやすく抜かれた。抜いた後は、水星早いんだよな。うぷ主、しばし生還ね、最終ラップだけど。とりあえず、離されすぎないようにするぜ。リプレイで見ても、結構近いわね。うぷ主、ミスしないことを考えるぜ。抜きないのにドリフトで抜いちゃう。簡単に抜き返される。最終ラップなんで、トンネルでもニトロを使う。ちょっと、離されすぎじゃない？例のコーナーがあるからな。この先だぜ。なぜか水星のやつ失速するんだな。アウト側、ガラ空き、ドリフトしながら抜ける。そのまま、フィニッシュね。第一戦は勝ったぞ。第2戦、というか、ファイナルラウンド行くぞ。逆回りね。どっちが難しいのかな？そうだなぁ、なんとも言えないなぁ。出た。例のコーナーは、こっち向きの方が走りやすいな。勝つのに有利か不利かはわからんが。また、水星は見えなくなるんだろうね。お約束だな。ま、丁寧に走っていこう。なんとなく、例のコーナーも抜けやすいだろ？そうね、少し壁に接触したくらいね。トンネルが下り坂になるんで、ちょっと走りにくいな。水星、全く見えないわね。こんなもんだろう。あ、いた。うぷ主、ニトロ使ってないからな。ワインディングになると、見えないわね。これ、うぷ主にしちゃ、丁寧に走ってるぜ。見えた。いるいる。まだ、こんなもんだろうが、遠いな。ここからのコーナーは絶対覚えていないと。早めにドリフトできなくて、接触してタイムロスするぜ。そうねー、そんな感じのコーナー連続ね。お、うぷ主、トンネルでニトロ使った。最終ストレートで、水星がニトロ使って追いつけない。やっぱり、水星、例のコーナーで変な動きしてるわ。なんでや？プログラムのせいか？だいぶ近づいたわよ。ちょっと、うぷ主、運転が荒れだしたな。もう、集中力、切れてきたのかしら？うぷ主、ここでニトロ使うか？追いつくわけないやろ。右手の親指がボタンに当たったのか？
やっぱり、もう年ね。ニトロで追いついて抜くより、コーナーでドリフト中に抜く感じだと思うぜ。荒れてきてるな。さあ、次の左コーナーのドリフトなんか、いいんじゃないか？よし、抜いた。すぐ抜し、ニトロで逃げる。勢いづきすぎて、トンネルの中の、ドリフト、大失敗しとるやんけ。で、せっかく抜いたのに抜き返されてる。もう、うつ主、集中力なくなってるわね。あかんな、コーナーくらい、ちゃんとドリフトしろよ。うつ主、またトンネルでニトロ使った。レコードラップでも追いつけない。ああ、もう最終ラップよ。めちゃくちゃ離されとるやんけ。知らんぞ。モノレール、動いてる。うつ主も、集中力切れてるしなぁ。荒れとるなぁ。ちょっと、近づいた？うつ主の集中力が気になるが、視界には入ってきたな。ここは欲張らず、ニトロを貯めた方がいいな。ヘリコプター。道幅が狭い、ワインディングに入るぞ。見えてる、見えてる。うつ主、荒れてる。今のドリフト失敗がなければ、次の左ドリフトで絡めたな。目の前にいるけど、もうすぐコースも終わりよ。さっきドリフトに失敗こいたトンネル出て、ニトロ満タンだぜ。うつ主、まずはニトロ一発。うつ主の集中力が微妙だが、差は縮まらんか？うつ主、最終の最終コーナー前で、ニトロもう一発。抜いた。最後に残り、もう一発やー。勝ったわ。また、ラップレコード更新だぜ。リプレイ。疲れたなー。ギリギリ勝ったもんね。また、リプレイ最初は、うつ主のドリフト完勝だな。また、ファイナルラウンドで曲調がガラッと変わったわ。もう、曲を聴いてる余裕なかったぜ。逆回りだから、街中からね。接触したりしているが、例のコーナーはこっち回りが走りやすいな。うつ主、集中力、ギリギリだな。2連続勝つのは、しんどいわよね。このデザイン好きだぜ。ここで、彗星が見えるのよね。って、言ったら、うつ主ばっかりだ。この辺りから、結構ちゃんと走るの難しいんだな。小さいコーナーでもドリフトした方がいいな。見えた。この左コーナーが、ドリフトしながら抜くポイントだ。ほんと、この辺りからは、コースを覚えていないとタイムが出ないぜ。大きめのコーナーが何個も突然現れるからね。心持ち早めにドリフトを始めるのが、コツかな？ストレートで、2台ともニトロを使う。あんまり、差は変わらない。いかにも、リッチレーサー系って、画像だな。ナムコ大好き。セガも好きだ。うつ主らしいわ。今じゃ考えられんが、大昔、アメリカだったかな？ゲームショーか何かで。ん？ナムコの、M と M が入れ替わっていたことがあったらしい。霊夢、黙るなよ。大昔のアメリカかどっかの海外での話ね。
本当の話だぜ、ネタじゃないぜ。昔、ゲーム雑誌でナムコの社員の話を読んだんだ。大昔なら、海外じゃそんなもんでしょ。だよな。もうすぐ、ドリットしながら抜くポイントだぜ。おお、バードビューで抜く画像がなんか新鮮だわ。うぷ主、抜いたらニトロで逃げるぜ。ここで、力が入りすぎたか。うぷ主、ドリット大失敗、どこ抜いとんねん。当然、水星には抜かれてるし。ドリットはかっこいいが、あかんな。ストレートでニトロを使っても無駄ね。最終ラップや、言うのに。うぷ主しか映らんぞ。下りのトンネルだぞ。ぐねぐねよ。抜けそうな距離にはいるんだけどね。だんだん、うぷ主の集中力がなくなっていくからな。まだ、うぷ主、頑張ってる方だぜ。最近のグランツーリスモ7なんか、レースしないで80、90年代のバイクレーサーのヘルメットやスーツばっかり作ってるもんね。なんて言ってる間にもう海沿いの狭いワインディングだぞ。最終ラップも終盤に入るわね。うぷ主、横向いてるけど。だから、この左ドリフトで、また抜けない。短いトンネル入るぞ。トンネル内でも、抜けない。もう、終盤も終盤よ。あと、左コーナー2つで終わりだぞ。最終コーナー手前で、ニトロを使う。最終コーナーで、抜いたわね。最終ストレートもニトロで逃げる。僅差で勝ったわね。勝ったが、ほんと、ギリギリだったな。うぷ主、よくやったわ、ミスも多かったけど。いい眺めだぜ。で、報告の画面で。だから、うぷ主、ここ飛ばしなさい。もう、飛行機、ええー、て。疲れてるに決まってる。書かれんでも、わかる。水星、もらえるんやろう。そうだな。ででん、だな。昔、リーダーで身長かったら、納車の時、花束もらって記念撮影する、こっぱずかしい、納車式を思い出すぜ。昔、NSX だったかで作った実写があったな。帰ってきた。納車式からな。まあ、さすがに早かった、てか、強かったな。ま、うぷ主、ノーマルモードで、2連勝したけどね。あなたには空腹が足りないわ。な、感じ。で、またやるんでしょ？やるぜ。水星を使って、デュエルと一騎打ちだ。当然、この比較しやすいコースでな。言うまでもなく、スペシャルのみだぜ。あった、あった。パックマン、ちゃうて。これや、これや。うぷ主、もうボロボロだぜ。うぷ主の、いつも使ってる車の方がかっこいいわ。もう、2000でいて。12。うぷ主、寝とんか。まあまあ、自慢させてやれ。ほっとするコースだぜ。いいわね。いいよなー。ミドシップ、12気筒、自然吸気って、設定だぜ。設定にはないが、見るからに立て置き。スタート直後は直線で普通の感覚だな。まだ速度の乗っていない右コーナーが、すでに怪しいぜ。次、ドリフトね。ドリフトさせたら、収めるのに苦労するぜ。苦労してる間に、もうデュエル抜いちゃったわよ。いわゆる、結果オーライなんだが、ドリフトしにくいぜ。普通にドリフトしてるみたいに見えるかもしれないが。
うぷ主は必死でデュアルセンスのトリガーをコントロールしているぜ。確かに、操縦しにくそうね。ニトロなしでも、確かに速いけどな。最終コーナーも、ドリフトが収束しない。ノーズを進行方向に向けるために、ニトロを使う感じだ。なるほど。もう、この辺りから、どっちが勝ってるな。ところで、デュエルは？知らん、というか、操縦に必死だ。キラキラ、ミラーに小さく映るあれなんだろうね。慣れないな。いつもの車が素晴らしく操縦性が素直に思えるぜ。もうコーナーから、次のコーナーまで、ドリフトしっぱなしね。最終ストレートだし、溜まってるし、ニトロ使っとこ。ジュエル、ミラーに映るのか？今は映っていないと思うわ。最終ラップなんやけどな。なんとなく、ドリフトのコツが分かってきたかな？ここの直線部分はドリフトしっぱなしね。多分、この車は速すぎて、短い直線はコーナーなんだろうな。もう、最終コーナー手前よ。今回は最終ストレートだけしか、ニトロ使ってないぜ。あら、勝ったわよ。デュエルは1周目の最初のドリフトで抜いてしまったきりだな。とりあえず、リプレイで確認。変わったデザインだぜ。直線だな。スピードが乗ってなくて、ドリフトする必要ないが挙動が変。このコーナーで初めてドリフトさせるのよね。偶然デュエルを向いたが、いろんな方向向いちゃうよな。設置性、悪いわね。ニトロを使ってないのに、どんどん離していくわ。このコーナーは、最後までうまくいかなかったな。よく飛ぶわ。ここは、まあまあ普通にドリフトするんだな。毎週、ここだけニトロだな。ミラーでは、わからなかったけど、デュエル、近くにいたのね。ああ、2周目もカッコ悪いドリフトしてるなー。デュエル、近くにいたんだな。ずっと、横向きっぱなしね。そこは、リッチレーサー系ということで。はい、2周目も、ここだけニトロ。デュエル、ちょっと離れた。最終ラップね。最終ラップにて、なんとか普通のドリフトっぽくなりつつあるか？知ってるけど。言うな。ここでは、やっぱりデュエル、見えるな。ここは、まだ、ずっと横向きね。どんな曲がり方しとんねん。横向きに飛んでるやん。言うな。さすがに、デュエル、追いついてきたわ。おやー、ニトロ使ったるー。また話してー。余裕で勝ったわ。結局一回も抜き返されないんだよな。水星はこういう仕様なんだろうな。スペシャルの最後だからね。じゃ、今回はそろそろ終わるぞ。あ、皆まで言うな。
うぶ主は使命感で作っている。オープニング同様、一旦消えるぞ。ご挨拶はその後だ。また?お待たせ、では改めてご挨拶を。今回の動画はこれにて終了です。長い貴重なお時間を、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。なんかお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様、大変お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。Over.